レースってあのレースと一緒やろ、あのそのレースのカーレースカーレースとかと一緒でこうまあなんていうのこの時計の針がチクタクこうあの進んでくみたいな感じ、ああもうみたいな、はい、あの次元爆弾爆発するまでのこう、みたいな時間のこう感じが出て、これもだからオーバーとかじゃなくタイムイズオーバーじゃなくてレーシングってとことこのエンブレーシングってことがすごいね。そうそう、このレーシングっていう言葉すごい好きやわ。この中でなんかこうすごいハラハラ感がハラハラ感がある。じゃあ、こんにちは、黒田和義です。深尾太子さんです。よろしくお願いします。まあ、太子ちゃんは僕の大好きなジャズシンガーなんですが、今回からその、ジャズの曲を深く掘り下げていこうということで。太子ちゃんもニューヨークどれぐらい住んでたんっけ？ニューヨークね、22年、98年からずっと行ったり来たりして。行ったり来たりね。うん。22年ぐらいの。そう。帰ってきた時にちょいちょいね一緒に演奏したりとかしましたけど、そうそうツアーで ね、うん、楽しい演奏でしたが、今回はこう最近好きになった曲、そうね、そう今回はね、あのこのコロナで引きこもってる間に、うん、なんか会いたい人に会えないなっていうのとかいろいろ思ってて出会った曲で、うん、すごい心に響く曲があって、うん、それがこれ、まあね、これミュージシャンもものすごいこうインストでもよく演奏する曲なの。そう、それは後付けで知ったり、うん、そうミュージシャンの人よく知ってるよね、これ、うん、どっちかというとボーカルの人の方が知らないかもしれないぐらい。あ、これはね、ビル・エマンスがまあね、トニー・ベネットと一緒にやってるやん、うん、だからこのあのダーンチャーンっていうあのリフ、あれはあの、うん、はい、ちょうどマイルスのバンドに寄った時にうん、ああいうモードを作り始めた時にエヴァンスが作ってるあのなんてバッキングな感じ、うん、あのもともとバーンスタインのやつ聞いたけど、バーンスタインね、作曲バーンスタインやけど、バーンスタインのやつはもともとこういうバッキングじゃないもんね。いや、そうじゃないね、うんうん、そうそう、だからあのエヴァンスのあの演奏がすごい印象的で、印象的、そう、まあ、日本人みんなエヴァンス好きやから、うん、あのアルバムもねすごいみんな聴いてるよ、ね、そうで、まあこの曲の解説をしていこうかなと思うんですが、オンザタウンっていうのは見たん？オンザタウンはね、見てない、見たいけど、うんうん、これは読んだって感じ、ストーリーライン。ああ、これを読むまでは、うん、なんか、まあ、文章ね、読んで、歌詞聞いて、うん、ああ、こんなあったねなって思ってたけど、それをこうストーリー知ると、すごいよく歌詞がわかるってことはよくあるよね。うん、わかるわかる、うん。だからそういうのミュージカルとかから来てると特に、ね、ミュージカル見てからその歌のこう印象からとかあることとかすごいある、ね、あるある、バースを読んだら変わることもあるよね、あるある、あれ、こういう設定やったみたいなのがあるよね、そうそう、この曲でもやっぱり24時間しかなくてとかいったバースで説明したりするよね、なるほどなるほど、うん、これはまあちょっとじゃあちょっと役をざざっと見てからだから喋ってみる、うん、このここじゃあ Where has the time all gone to、ね、はい、Where has the time all gone to、うん、時間はどこに行っちゃったんかな、そうやね、うん、まあだから、Gone やからどっかこう消え去ってしまったみたいな感じ、うん、うーん、どこ行ったんだろうか、ああなるほどね、うん、でHaven't done half the things we want to. はははは。半分も half the things ってやりたいことの半分もできてないの。はははは。Gone to と want to がなんかいい感じでいいの。ああなるほど、そこか。歌いやすいよね。Gone to、ね、ここの Gone to と want to が韻を踏んでる感じだね。で、Oh well. Oh well, we'll catch up some other time.キャッチアップっていうのはなんかさ、こう埋め合わせするとかもあるけどさ、うん、でどういうイメージなの？なんかこうレッツキャッチアップみたいな、お友達がまた今ちょっと時間ないけどまた今度ねとか、うん、をキャッチアップ、なんかもう限られた時間やけど次会った時にはまたこの続きやろうねみたいな、そんな感じ。ああそうなんだね、うん、
まあ、それ以外にもキャッチアップって言うと本当あの先に行ってる人に追いつくとか、うん、追いつくのイメージがねやっぱあるけど、うん、あでもその追いつくのイメージから今のやつを、うん、追いつくイメージからそう飛躍して、うん、あのそこまで俺たちのこの会えてない時間もそこで追いつこねみたいな、ああなるほどなるほど、今日できんかったこと今度なみたいな感じ、そう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 、うん、この役はなんかいやタイちゃんの役は結構好きで、こうよくこう一緒に演奏してる時もこう日本語で先に説明するやん、英語やって、ね、まあ、あれが分かって聞くのとだいぶ違うもんなやっぱり、うん、そうそうそう、やっぱりその日本のオーディエンスの人に歌う時っていうか、うん、英語一個一言一言分かってもらえないかもしれないジレンマがあるから、うんうん、一緒に分かって楽しみたいところがさ、そうね、うん、ちょっとずつ訳しながら歌った後に、うん、もう一回繰り返しになるけど、それでもう一回聴いてもらうとすごい、うん、しっぷりくることある。そう、あとなミュージシャンもそれ説明してもらうと、あそういう曲やったんやみたいな、うん、知らんのかいみたいなのはよくあるよね。だからあの説明するとその空気感実際ミュージシャンみんな能力高いから出すよね。あるある、うん、確かにそれはあるね。だからミュージシャンにも言ってるみたいなとこもちょっとこういう表現をしてほしいっていうのがさ、うん、うん、あれだね、それ微妙なところがあって、私そのいつもそれやるからあれやねんけど、うん、その分かってほしいともあるし、でもずっとその演奏待たせててごめんみたいなのもあるの。ああなんかじっと後ろで待ってなあかんじゃない、そのピアノの人はこう私のしゃべりをついてきてくれるけど、うん、そこでお客さんもミュージシャンも、うん、あのぼーっとしちゃわない程度に説明していくのはこうちょっと腕がいるよね。あ、そうやな、そうやな、それはでも大事かもしれない。俺とか結構好きやからあれやけど、メンバーもね、うん、そういうの好きな人を選ぶといいし、で、そうだね、でも同じメンバーやと昨日も聞いたしみたいな空気出るもんな。それこないだ聞いたみたいな。うん、なんか昔俺あの歌詞カードを配ってたことあるよ。だから あの説明する先にこう、これもってやね、うん、ファーストの先にこう渡しとくと、なんかこうで全曲じゃなくて、もう分かってほしい、うん、キーポイントになる曲をこうやっていくと、みんな結構手持ちぶさたっていう、ぶたさぶさた日本語分かれへん、手持ちぶさたやから、こう結構読みはるよみんな。まああのあ、ね、うんうん、そういう、まあ著作権的にはちょっとこの YouTube で喋っていいのかどうかちょっと微妙なところではあるんですけど、最近はやってないか、最近はホームページのにこう書いといて、アメブロとかって著作権大丈夫なんよ歌詞は。あ、そうなんや、うん、だからこれもアメブロに載せようかなと思って、これあの後で。なるほどね、うん、私もそれ知らんとアメブロめちゃくちゃ、うん、アメブロはね著作権払ってくれてるんよ。だからそのアメブロのリンクをパンフレットにビッてやったら、多分みんな携帯で見て読んだりしてるかな、うん、みたいな。これもいいかな。今その歌詞がさ取りやすくなったよね、うん、前はそのなんか本に書いてるとかさ、うん、あとはあの日本の輸入版じゃなくて日本で作られたアルバムに載ってる歌詞とかを読んで、うんうん、あの分かるとかじゃないとさ分かんなかったけど、今はもうネットで歌詞いっぱい出てくるから、ほんま便利なんだね、あっという間にできますね、便利ですよ本当に。もうだからネットが便利、僕なんか俺もタイちゃんもそういうこう便利じゃなかった時代を知ってるやん、うん、だけど今音大とかで教えてるとめっちゃ便利やから、だからこう便利すぎて逆に調べんくなってんね、みんな。ああ分かる。でな、うん、There's no excuse って感じなんや、うんうん、情報あるから調べたら分かんのに調べない、うん、そう調べない、だからいつでも調べれるから別に今日じゃなくていいと思うね、うん、俺らとかもう CD 買いに行って、レコード昔レコードとか買いに行った時に、このタイミングで中古買わんかったら、もうジャズなんか廃盤になるし、すぐ、うんうんうん、このタイミングで買わへんかったらもう二度と出会えないみたいなとこがあったから、うんうん、無理やり買うやん、で買ったら絶対聞くやんみたいな、うん、そう大事にするよね。そうそんなあの一曲をスキップして聞くなんてありえへんよね。そうもうめっちゃ手何回も死ぬほど聞いて、でもジャケットももうなんかこのジャケット好きやわって飾ったりとか、うんうん、そういうのは確かにあるよね。うん、いい時代やね、うん、まあこういう調べたらパッと出てきますが、これも後々だから、アメブロやってるんでアメブロに載せようかなと思ってます。なので見てくださいね。でこれ次行こうか、This day was just a token.
トン君、あのトン君ってあのニューヨークの地下鉄でもよくあのちっちゃいコインで、あのメトロカードができる前はコインをピッて入れて電車に入ってたね。ああいうのトークンっていう。俺はだからそう、初めて行った時トークンやったけど、その後ずっとメトロカードやったわそうそう、メトロカードありがたいよね。ねえ、うん、メトロカードになってからマンスリーのなんかパスとかできて、すごい、うん、もう行ったら速攻買うもん、マンスリー。そう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 、1週間ぐらいでも、ね、めっちゃ元取るもんな。うん、そうそう、あ、そう、トークンっていうのは、イメージ的には日本でもトークンで使うけど、どう、ちょっとした印みたいな、印なのな、イメージ的には。そうね、うん、そんな感じです。今全然関係ないかもしれないけど、キスマークってトークンっていうの、使わへん、分からん、そうなのかな、使わへん、使わへんよな。なんか印つけたったとか言うやんそんなイメージは確かにあるな、うん、どうなんやろな、うん、分かんないな、はははは、調べてみないと。まあでもなんかこのトークンって持ってくるのがすごいこうかっこいいよね。このかっこいいね、今日という日はもうお印だけねみたいな感じやんな。なんかそのアンスポーケンと韻を踏みたかったんで。ああ、こことね、韻を踏みたかったんで、ね、それで無理やりとは言わんけど、いい感じの言葉を探してきたらそれやった。ああ、こっちが後付けっぽいよね、だからそういう、うん、そうそうそう、うん、両方がうまいこと収まったよ、ね、ああ、なるほどね、うん、Too many words are still unspoken。 Too many words are still unspoken、うん、すごいたくさんの言葉がまだ、うん、未だ still だから、未だにまだ話せた状態ではないですよっていう風に訳せばいいのか。There are too many words that are still unspoken for them。 あ、there are っていうの？っていう意味やな。あ、まあそうやな、there are が抜けてるってことな。ここには隠れてますよってことが、別にあれやで、このこうやって歌うわけちゃうでみたいな。あ、そう、まあで are が後ろに来てるからあれやけど、うん、there are too many words that are still unspoken っていう、うん、こういうことも言う感じの、うん、too many words are still unspoken。 うん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 、っていう感じやんな。まだ話したいこともたくさんあるけどみたいな。ここは同じやね、うん、キャッチアップ、うん、これはね、あの Oh well っていうのの歌い方がいろいろあって、こうあの白人の貴婦人の人がこうさらっと歌いはるやつもあるし、うん、もうめっちゃもうめっちゃもう会いたいけどもう残念っていう感じで歌うのもあるし、ちょっとそうやけど、いろいろ表現があるよね。あのなんか大人やから、うん、状況分かってるから、うん、もういろんなものを含めて分かって もう今度ねっていう言葉に込めるみたいなのあるよ。オーウェルか、そう、大事やね、この声は大事やね。そう、このオーウェルでこの曲聞く決まるかもしれんね。うん、そう、もう私はさらっとはよう歌わん、これは。ああ、そうなんだ。そう、でもこう、オーウェルみたいな感じの人もいる。うんうんうん、それもそのいろんなものを踏まえた上でそこに行き着いてるっていうことだと思う。そうね、こう、まあ、決してさ本当にさらっとはしてないやつ。いや、なんかもう2週ぐらいしてそうやね、そういう人はな。うわ、そうそうそう人生2週ぐらいしてそう。私も人生まだあれやから、うん、まあ、1週いかへんぐらいのところで苦しんでんねんけど、これだからこれまだだからこれって初めて会った時の感じ、これは。でももう、いや、ていうかね、このお話自体は、うんうん、そのね、あのミュージカルから来てるから、うんうん、ミュージカルはその24時間しかなくて、その24時間の間に初めて会った人たちの話ではあるの、うん、ただこれを全体見てその誰かが歌うとかすると、別に初めて会ったわけではなくて、でもいけるよね、めっちゃ長いこと会ってた友達やけど、今日会えたのはもうほんのちょっとしか時間がない、もう今3時間しかないとか、うん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 、そう、めっちゃ楽しい時間でパーティーでもそこは楽しいんだけどとかでも行けるし、うんうんうん、初めて会ったからではなくとは限らない。なんかこうシチュエーション的には同窓会でこう昔の恋人と会ってこう、ね、っていうのにも当てはまりそうやな、ちょっとこう当てはまる、ね、ちょっとドロッとしたのができそう。そうそうそう、病気やっちゃう、サマートタイム、だからその、うん、なんていうかな、会うっていうこと自体よりも同窓会で会うのもそうやけど、うん、その次まで会える時間が予測がつかないっていうところの方が大きい、ね、ああ、なるほどね、うん、そんな1年後かもしれない、3年後かもしれない、めっちゃもう明日も会いたいけど、その We'll catch up some other time の other time がいつ来るかわかんないから、ね、あ、other time もな、あ、明日ねとかじゃなくて、そう、また今度ねところが、また今度で、その今度がもう
いつやって感じ。それはその水兵っていうかその海軍 の船がね、マンハッタンに港に着くわけ、そのミュージカルでは。そのミュージカルはオン・ザ・タウンって言うんじゃないけど、あ、なるほどね、これね。船が着いて、その海軍の兵士の人が降りてきて、その3人の兵士の人が女の子と会うわけや、で、その人たちの船は次の日には出ていくから、時間がもう超限られてるの。その間にあるなんかあらゆる楽しいことがあって、多分その別れの間際の曲やと思うんで、それ実際見てないからわかんない。まあまあまあそうやけど、まあそうやな、これ、まあ、そうそうそう、別れる間際っていうか、俺この曲をこう、まあ、大ちゃんが歌ってるのを聞いてた時は、なんか2人でちょっと高級なホテルで、なんかもうなんていうの、ワインとか飲みながら、もうちょっと喋りたいんやけど、でももう明日になるし、みたいな感じかな。ちょっと高級な感じのイメージを感じたけどね。なるほどね。うん。うん。そう、どういうシーンかちょっと見てみたいよね。ああ、そうね。やっぱりその、船の時間が迫ってる時やね。そうやな、だから。うん。はい。まあ、それで3段目。ここからメロディーが B メロって、こう音ジャズ的に言うとさ、ここがこう知らない人からすると同じメロディーが2回来るんだよな、ジャズってな。 A の2回目が来て、でここだけメロディーが変わるんですよね、と起承転結になっとって、でここだけだから、そのこの A のとこはやっぱり最後はこの必ずこれが来るようになっててみたいな、今やっぱり当たり前ですけどよくできてますよね。でここはサビでこう今までの話ともう一段ちょっと違うね、キーも変わるんか、これ。ね、ね、キー変わるからこう雰囲気がちょっと一段上がって楽しく、だからこれちょうどこの歌詞の内容的にもここはちょっと悲しくて、こう悲しいというか切ないというか、このさっき言ってくれたみたいな気持ちがあって、でもここは楽しいお話で一回一段。楽しい、始まんないけどね、すぐに落ちるけどな。でも、ここがパンでスパイスであるから、この曲生きてるとこは。パンっていう言葉、ザ・ファンが入るからね。うん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 。Just when the fun is starting、やっぱ歌うときもこう、楽しい感じで歌うよね、ここはね。うん、ちょうど、まあ、楽しい時間が始まったとこやのに、みたいな感じだよね。そうそうそう、ちょうどいい。まあ、そうだよね、本当あのパーティーでも最後の方で超盛り上がってきたらおしまい。ああ、そう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 、縁も竹縄ですがとか言われる時のやつやな。縁ってなんやねんみたいな。竹縄ってなんやねんみたいな。普段使わへんけど、あそこでしか聞いたことないけどな。縁はまだわかるけど、縁も竹縄ってなんやな。もうあの知ってる人コメントに書いてくれるかな。はい、知らないと分かることやけど、まあ進みましょう。Come the time for parting、 あ、まあ、parting。 Come the time for parting、 あの、parting がパート、こうお別れって感じやね。うんうん。Starting と韻を踏みたいから parting になったんだけど、あ、普通やったらそれがいい感じなんだよね。うん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 。 Comes the time for parting、 お別れの時 Time for partingComes ってことだね。ああ、そうか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 。本当は逆転してるけど、こう持ってきたかったんだ。それをこう強めるために Comes、 あとパーティングを最後に置きたかったからね。うん、そうやな、ここにも来たかったから。 Comes the time for partying、 お別れ。それがでもあの日本で歌ってて、そのもしくはそのアメリカで歌ってても、パーティングをちゃんと聞いてもらえるか分からへんから、うん、そこをちゃんと聞いてもらうと、これをもらわないとパーティーとかに聞こえると困るから。あ、パーティーに聞こえるのね。そうそうそう、なんかちょっと別れてんのよみたいな仕草を入れながら歌うことがある。ああ、なるほどなるほどなるほど、パーティングか。え、これはだから英語としてはこういうふうに使うことは、まあ、歌詞やからあるって感じ。歌詞やからある、そうそうそうね、日頃ではなかなか言わないよね。そうだね、こういう言い方みたいなのはね。はい、 Let's justThe glad? Let's just be glad for what we had. Or we've had. この僕たちが持った、もうこの昔のあの関係代名詞やから、あの私たちが持ったところのもの。分からへんちゅうね、そんな日本語使ったことない。いや、まあ自分たちがこう一緒に過ごせた時間、自分たちがやってきたこととか、あのね、楽しかった思い出とか、やってきたことを
と、うん、もうあのありがたいと思って、うん、別じゃあよかったって思うことにフォーカスして、うん、もう別れなきゃいけないとかいう、うん、そっちの方じゃなくて、うん、楽しかったメモリーの方を大事にしよう。なしたい。レッツってことはまあなんていうの、あなたも私も、私もそういうふうに思うねっていう感じ。だから、うん、あなたもそう思ってみたいな。ああなるほど、こういう可愛いですね。それ一緒に過ごせてよかったという気は私もあれやけど、うん、まあでも歌詞ってあんまり説明しきらん方がいいもんね。そうなのよ。そうこれだって これそこまでの内容をさ日本語で入れたらこれ多分ここからここぐらいまで来るよな長い、うん、このでもレッツが結構ポイントやね。この私もあなたも、うん、ね、この喜ぶ方、ね、私たちがしたこと喜ぶ方向に行きましょうよみたいな感じで終わろうよっていう感じね。で、ファッツとカム。ファッツっていうのは、これがこれってこと？そうそうそう。だから、ね、Let's just be glad for what we had and what's to come。うんうんうん、で、Let's just go out、あの、過去に終わった what we had、今までの、例えばこの24時間でやってきたことも嬉しいし、うん、また今度やってくることは what's to come、これは what is to come なんだけど、新しく来ることだから要は、ま、た将来2人でまた会った時にできることとかを今から楽しみにしてよ、楽しみにしてよ、あこっちにかかってるわけや、うん、そうそうそうね、で一緒に楽しみにしとこうねっていうことだよな。あだから この翻訳だけじゃここの部分の深いところはちょっと分かりづらいよね。うん、まあでもしゃあないよな。でもこれ十分いいと思うけど、一緒に過ごせてよかった、きっとまた、うん、それをどう言うかやな。また今度会うことも楽しみにしようねとか言ったら長いから、ね、うん、そういや これぐらいがいいね。このいい話がきっとまた会えるから一緒に過ごせてよかったっていうのね、うん、これいいですね、うん、どういう気持ちって感じ。はいで、あのまた同じ雰囲気に戻って、あと最初の雰囲気に戻って、There's so much more embracing. Embracing. これはね、embrace っていうのはこうあのすごいお互い大事にこう、こうやろ？抱っこ、あの embrace、愛し合うとか抱き合うとか、そうこうなんかね、大お互いのことを大事にするって感じなんだけど、それまた細かく書くと。日本語的に長いかなと思って、なんかエンブレースって言うと抱擁するとか抱きしめるって言葉が出てくる気がするけど、うん、イメージ的にはエンブレースユーとかってあるやん。エンブレースミー、エンブレース、うん、エンブレースユーとかね、うん、っていう風に言ったりするって。エンブレースユーっていうのはどういう意味だから、あなたをエンブレースミーをやっぱ私のこと大事にしてねみたいな。あ、デブスミーはそれね、うんうん、embrace you、 そうそう、あなたのことをこう embrace、うん、なんかあの adore と似たような感じ。 adore なこう美しくめでるっていうか、うん、もう大好きなものとしてすごい大事にするとか、うん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 、なんかさオペラでもよく出てくるんやけど、そのあのアドアの役みたいなやつが出てくるけど、日本じゃあんま使わん感覚やよね。なんかああそうそう、日本はその愛とかをこうダイレクトに言わへんからね。そう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 、ここをこうダイレクトにまた日本語に訳しちゃうと日本語の良さとか雰囲気とか崩しちゃうから、ね、そう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 、ちょっと日本じゃちょっと掴みにくい感じになるよね。そうそうそう、だってあの、うん、父の日に I love you dad とか言って、向こうアメリカは言うかもしれんけど、お父さん愛してましたよ言わへんな最近でこそちょっと言うかもしれんけど、ね、だからお父さんありがとうになるじゃん。ああ、そうそう、ありがとうになるね、確かにね。そうそうそう、うん、その感覚をどういうふうに埋めながらどう近づくか、そうやな、多分訳す人にはいっぱい、うん、いや、とかあるやろな。このなエンブレッシングいうエンブレッシングのところがここの訳がすごいいいなって、やっぱこうなんかなんとなくこうなんか抱きしめるって感じやけど、もっと一緒にいたいけどっていう感覚の訳し方が、あこの空気感がいいなってめっちゃ俺は思ったけど、 ありがとう、うん、そうそう、うん、こうなりました。じゃあサンマチモアもうちょっとサンマチモアエンブレイシング、もっと時間があったらもっと一緒にこうあの、うんうんね、お互いこうイチャイチャしてられるのにみたいな感じ、みたいな感じやな。そうそうそう、うん、アドアっていうのは基本的に尊敬するとかっていう意味だけど、男の人がよく女の人にとか、女の人も使うの、男の人に対して。そうよ、アドア、 I adore you、 そう、もうなんか愛するものを愛する気持ちっていうのは全部それや。ああなるほどね、うん、そういう感覚なんや。まあこうラブともまたもっと違う、なんだろうな、うん、I adore you、 なんかもうすごい、うん、こう何もかも含めてこう包み込むように、うん、なんか
もしくはあがめるように。あがめるって、うん。あなたのことを尊敬してますってよくこう、なんか。尊敬と、ね、尊敬ってかね。ちょっと、私の中ではちょっと違うな。そうそう。まあ、っていう役がね、結構あって。うん、尊敬はもう、師匠みたいな感じ。そうそうやな。うん。でも、あれやん。日本語出たちゃう。お慕い申し上げてますみたいな感じ。ああ、慕うっていうのはいい。慕うっていう感覚かな。イメージ的に。アドアはね。うん。慕う、そうやね。そうそうそう。それに一体の両方混ざったような感じですね。うんうんうん。There's much more embracing は、まあ、もうちょっと時間あったら、イチャイチャできてたのに、みたいな感じで。そうだね。うん、そうそうそう。まさにそう。Still be done? うん。もう。Still to be done, but time is racing. あ、うん、もういいんだよね。だから、There's so much more embracing still to be done. って、ここで一つのセンテンスね。ここまでか。うん。そうそうそう。でも、embracing と racing をここかけたいから。そう。で、そこで、なんて、There's so much more embracing、うん、still to be done. うん。ここ切ろうね。うんうん。Or still to be had. Maybe originally that's、うんうんうん、still to be had. じゃあね、ここまで泣いたかもんな。で、一緒にいたいけど、ここも時間がもうなくなっちゃったよ、みたいな感じで。え、うん、あ、てか。センテンスとして、うん、There's so much more embracing still to be done. ここまでやな。うん。こっから。Embracing が still to be done. うん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 。あ、そうか。これがもう終わ、もう終わっちゃ、終わ、もう、もう終わってしまうみたいな。まだやらねばならない embracing。ああ、そうか。まだちょっと時間が、もうちょっとイチャイチャしてる時間はあるっていう感覚。いや、せればならないイチャイチャがまだもっとあるってこと。ああ、ああ、ああ。この There's so much more embracing still to be done. だから私らもっと、本当やったらもっと一緒に時間過ごして、もっとなんかいい感じになれんのに、うん、っていうのが still to be done っていうのは将来的になさねばならんのこと。なさねばならぬことか。そうか、そうか、そうか。だからまだできてない、まだできてない embracing。だから still to be done は embracing。ああ、ここにかかってんのか。そうか、そういうことか。うん。だからこう、もうちょっとイチャイチャせなするべき時間か。そう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 。そのフレーズとしてここで切れちゃうから意味も、うん、飛んじゃうかもしれないけど、つながっているの。なるほど、なるほど。で、そもそも embracing still to be done っていうのがこうつながってる気持ちで歌いたい。ああ、でも、まあ、ここはもうこれだと分かりやすいもんね。But time is racing. そう思うと、時計がチクタクチクタクなってるので、まあ、もう5時とか、もう飛行機乗らなあかんと、ゲートに入らなあかんとか。そうか、そうか。レーシングってね、そういうこう、ま、そのレースってあのレースと一緒やろ、そのレース、カーレース。カーレースとかと一緒で、こう、まあ、なんていうの、この。時計の針がチクタク、進んでくみたいな感じ、ああ、もう、みたいな、次元爆弾爆発するまでのこう、みたいな時間のこう、感じが出て。これもだから、オーバーとかじゃなく、タイムイズオーバーじゃなくて、レーシングってとこと、このエンブレーシングってとこがすごいね。そうそう、このレーシングっていう言葉すごい好きやわ、この中で。なんかこう、すごいハラハラ感がある。ハラハラ感がある。うん。もう時間って、もうあと3分で電車が出るとか。もう、でも、ギリギリまで頑張る感じ。これはいい歌詞やね。いい歌詞やね。ね。うん。で、まあ、ここは皆さんにして、We'll catch up.サマーザタイム、また今度ね。でもタイムズレーシングで、これでもギリギリまで頑張んないけど、もう時間ないから、もう将来また今度ね。でも今度っていつやろうって思いながらバイバイして。いやもうこの。ないかもしれんよ、その今度。いや、そうやね。ないかもしれんけど、そう思いたいみたいなとこも含まれてるかもしれんし、みたいな。これは胸キュンしまくるよね、きっとね。これちゃんと分かって、この曲聴いたら、これね、タイちゃんが歌ってるやつがあるんで、もう、あれめっちゃキュンと、タイちゃん何やったっけ、あそこの概要欄に、ペダル踏んでうるさくてごめんねんけど、あれがむしろめちゃ良くて、なんか古いレコード聴いてるみたいな印象で、うん。あれ自分で弾きながら歌ったの？そうね、下手やけどね、ピアノを弾きながら夜中に、そう、家族寝てるからちっちゃい声でちょっと弾いて歌って。素晴らしいですね。まあまたこういう。持っといてんけど、ちょっと年末になんかアップしてみたの。いやいや、よかったよかった。いや、あれは
いや、これはいい企画ですね。ぜひまた続いてやりましょうよ。これは本当嬉しい。ありがとうございます。はい、なんかいい曲いっぱいあるからね。うん、片っ端からやる。このいい曲いっぱいあるのね、どういう風に日本のお客様に伝えるかやね、うん、でこうこうやってゆっくり説明できる時間があったらいいけどさ、うん、ライブってないやん。いや、これをだからこれ上げていくからライブのやる前にこれちょっとずつ、うん、これだからちょっとずつ、ま、それがさ、まだあのジャズってさ、こうあの予定調和通り予定通りにいかへんからやらへんかった。そう、この曲やねあるよな。こないリハーサルでさ、まあ、あの満足しちゃってさ、まあ、本番だったら違うことしたくなっちゃう。あ、わかるわかる。あ、でもね、それすごい大事で、この間おとつい俺徳ちゃんと一緒やったんやけど、はいはいはい、でうち後藤浩二トリオと昔よく仲良くやってて、で久しぶりにもうコロナで延期して1年越しでやったんやけど、3年ぶりにぐらいにやったんやかな。もうみんな4人仲ええから、もうリハーサルももうはしゃぎまくって、なんかこうみんなああだこうでやって、でファーストステージリハーサルでやった曲1曲しかやれんかって、もう特に何しようかなとか言って、もういやもう楽しくなってきたからインスタやるんで怒られんねん。そう、楽しくなってきたからインスタやるとか言って、全然予定にもない曲が始まってみたいな。いや、でもそういうのがジャズの生もんの良さやけど、でももう、そうやね、うん、そう、私もでもなんかあのタイトル言わんと歌い始めたりするから、ね、みんな困るんだよね。ああ、まあ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 、まあ、でもそれがまあ、あのドキドキ感があっていいですよね。ね、多分全部はやれへんけどさすがにね。うん、いや、この歌詞企画は俺も要はちょっとずつ覚えたし、歌詞もなんかこうなんとなくは分かってるけど、このレーシングとかここの文章、ここは一番難しいとこやね。やっぱみんな訳しづらいとこですよね、ここは。そうだね。うん、でも、切ないね、ここ。ほんまここがめちゃくちゃ切ない。このレーシングを今日知れたのはすごく、あこういう意味なんだ。レーシングってからもっと切迫をしてるけど時計の感じですごい分かったわ。そう、私はあの時計が頭に浮かぶね。なるほどね。いやー、これは面白かったですね。ぜひぜひ聞いて、皆さん聞いていただきたいと思いますが、今後もまたやって、あの曲を変えていろいろやっていきたいと思います。なんかあの、うん、ポップスの曲とかもやっていこうね。なんか、あ、そうだね、ポップスの曲とか、あのこの間言ってたあの、さっき言ってたあのアートブレイキンのあの MC のとこと、あ、面白いあれめちゃ面白いな。あれ次やるやろうか。だからそのみんながこうYouTube で見てて、あ、お客さん笑ってるのにとか、あのこの一言でものすごい空気感変わったとかいっぱいあるやん、そういうのって MC で。そうね、ライブレコーディング。そう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 、ああいうの分かるとめっちゃいいかなと。で、今の YouTube で見れるからさ、これ見た後に YouTube 見てもらうとこう見方全く変わるんちゃうかなと思ったし、うん、そうだね、うん、そうだね。はい、というわけでありがとうございました。またやりましょう。楽しかった。はいはい。